実は今友達と東もことってところにいるんだけど。翼、その友達とはまだ一緒にいたいか。ちょ、父さん、それは。あ、もしもし、知り合いが働いているホテルがあるから泊まれって。もし本当になっちゃったね。でも大丈夫なの？大丈夫、ママにちゃんと話したから。来い。うん、美味しそうだね。翼のパパにお礼言わなきゃだね。あ、それ俺のたくった。そうだね、じゃあ部屋に戻ろうか。うん、翼、部屋に戻ったらうち先にシャワー浴びていい？やばいぞ、どうしよう。落ち着け俺。翼、冬木さん、いや、何を考えてるんだ俺。翼、次いいよ。ちょっとか。そうだよね、疲れたよね翼。